ワールドオブ GTR。 ワールドオブ GTR、 実は2007年に本当は皆さんにお見せしたかったんです。7分24秒で作った足やブレーキはこの仕様にセットされて11月から作る栃木の車にフィードバックされるんです。ブレーキもそうなんです。実験してタイムを出して仕様を決めたことが全ての GTR に生きてるんです。全面改良にふさわしい内容で走りを磨き上げたとともに、2011年モデルでは所有する喜びをさらに高めるためのホスピタリティが提案された。作る楽しみと上質な走りを提供するエゴイスト、そしてクラブトラックエディションは会員制クラブまで設立。さらには初期型モデルのリセールバリューと魅力を高めるための認定中古車制度、マルチパフォーマンススーパースポーツの世界観がついに具現化された。なんと、業界初、3号 GTR の2011年モデル、これがね、ベストモータリングだけに許された特権だと思いますけれども、以前ここで、スゴ、仙台のスゴですけれども、2009年に乗った時に、とてつもないタイム、1分33秒台という、タイムを出してます。その時にランボルギーニ、ポルシェターボ、彼らが出したタイムってのは36秒台、そう考えると、そこでもう3秒の差があった、この11年モデル一体どんなタイムを出すのか、そして、どんなドライビングを見せてくれるのか、人間に対してどれだけの感動的な走りをしてくれるのか、お楽しみいただきたいと思います。エンジンは排ガス基準4つ星をクリアしながらも45馬力のパワーアップ。装着タイヤのグリップ向上とダウンフォース増加に合わせ、サスペンションはリアのスタビリティを高める方向にジオメトリー変更、そしてより高い精度でダンピングコントロールを行うため、ビルシュタインダンパーはレース専用だったアルミ製フリーピストンを採用。ウィークポイントと言われていたミッションは空力特性の向上により冷却性能をアップ。油圧システムのセッティングを見直し、より素早くスムーズなシフトチェンジを実現している。これは楽だ。ブレーキの強弱で動くもんね、車のリアが。気持ちいい車の動きをする。そのアンダーでもオーバーでもなく、自分がこう思ってる速度域での限界っていうのかな。これは立派。いや、これは立派。この最終コーナーが待ってる時間が短い。これは立派だよ。2009年の時に比べてですね、路面がかなり埃っぽい。ブレーキで割とねこう滑っていっちゃうんですね。まあ、他の車なんかも比較してみると分かりますけど、路面状態がね、ほこりっぽいのとね、タイヤカスがすごいんですよ。だからそういったところでタイムが伸びないのかなって、今回はね、まあ、全体的に多分今日は低いと思いますよ。だからもっとこうみんながいっぱい走れば路面もきれいになって、あと1秒ぐらい上がっちゃうと思いますよ。人間の思った通りにこう荷重移動をしてくれる、そのドライバーの技術があれば、ドライバーに引き出しさえあればそれに応えてくれるような動きになってますよ。
これはね、こう気持ちいい方向に行ってますよ、3号 GTR。 2011年モデルはニュルブルクリンク開発実験において参考ながら7分24秒22を記録した。その直後、現地で行われた予約説明会にはヨーロッパ各地から予想以上の人々が来場。そこで走屋でにぎわう週末のニュールで聞いてみました。 Out of these three, I would probably choose the Nissan GT-R. I think it's probably good value for the money and its performance. Nissan GT-R. Why? Because it's very quick. Den Ferrari. Ja, ist ein schönes und schnelles Auto. Von den drei? Ja. Von Porsche. Ist halt für hier top. Kann man nichts verkehrt machen. Der Porsche. Deutsche Qualitätsarbeit. Of these, I think my favorite would be the GT-R. Because it's not the same old thing. It's more interesting. In America, we can get the Ferrari, we can get the Porsche, and until recently, we didn't have the GT-R.インタビューの結果、意外にも GT-R はポルシェと人気を分けるほどに。ちなみに女性のほぼ全員がフェラーリでした。車のポテンシャルを出し切れる環境、ヨーロッパにおいてついに GT-R の進化が問われる。新型 GT-R 発進スーパースポーツ世界決戦2011。エントリー1、メルセデス・ベンツ SLS AMG。はい、さて SLS です。これもうね、今回集めた車の中で一番こうデザイン的に特徴がありますよね。もういわゆる昔の 300SL をご存知の方がいればすごくイメージしやすいと思うんですが、明らかに意識してる感じがあります。だから全体的にこうレトロな感じというかノスタルジーあふれる感じですよね。もうとにかくスポーツカーらしく長いノーズ、やったら長い。これこんな長くなくてもいいんじゃないか。これでフロントミッドシップだからエンジンこの辺にあるわけですよ。この空間なんだってぐらい長いです。でもスポーツカーってやっぱこんなんじゃないのっていうところでデザインされてるような気がしますよね。ここからウィングが立つとですけどスピード上がってくるとね、こんな感じ。トランクも小さいですけどちゃんとあると。そしてこれを引くとガルウィングが上がると。それから乗り込んでみましょう。これあっ、 っていうのは一応お約束ですけれども、僕もバカじゃないんでね、見えてるんでね、あえてやってみましたけど、ちょっと頭を下げて乗り込む。太いサイドシェルですね。これ大きくまたがなきゃいけない。これはボディ剛性をやっぱり確保するためにある程度の厚みが必要だったんでしょう。そしてもう一つ問題があります。こういうふうに座ってしまうとドアに手が届かないと、こういう時はもう一回降りて、ここから持ちながらこう入るんでしょうね。エンジンをかけてみましょう。ドローって感じね、いいじゃないですか。おお、これもしかしてこうヨーロッパでというよりアメリカで売ろうとしてる車じゃないかな。なんかこうこの V8 ドローって感じとか、なんかこうレトロな感じとか。でもね、馬力あるんですよ。このサンドでドーって加速したらね、相当怖いと思いますよ。手強そうですよね。馬力すっごいあります。ちょっと緊張します。お、このね、2ペダルのクラッチワーク発進時にすごい神経質でね、少しハンクラを迷いながらスッスッスッっていく感じが残っています。乗りやすいかというと、ハテナマークついちゃうな。それからね、ハンドルやたら軽い。そしてすごくシャープ。しかもね、これミッションの制御、回転制御、コンフォートなんですよ。さらにスポーツ選べるのね。レスポンス、これさ、アクセルオフでさ、バックファイアしてない？ボン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 って。
もうドロドロドロしてるでしょ。でアクセルちょっと開けるだけでクラッチカカカッってガン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 来ちゃうの。でね、それでいてこう乗り心地は少し乗用車っぽい、なんか FR スポーティーカーみたいなね味もあって、でもこれをスポーツプラスにするとエンブレでボン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 バックファイアみたいにするし、うん、これレトロノスタルジーというならまあ片付けやすいんだけど、この激しさとこの乗りやすさの違和感って、お前何したいんだって言うよね。とにかくね、得体の知れない車ですよこれね。Entry 2! フェラーリ430スクーデリア RSD。 やはり新内フェラーリでしょう、430スクーデリア。これあのディノのチューンによってまあエアロモディファイされてたり、まあサーキット走れるような仕様になってますけれども、やっぱりフェラーリはね花がありますよね。やっぱりノーズがガーッて低くてね、突き刺すようにして、このなんかやんちゃなこう目線っていうかね、このなんかスパルタンな、どう猛な、行くぜ俺みたいなところがね、やっぱこうフェラーリファンをこう捕まえて、ハートをね捕まえて離さない理由なのかなと思います。こうかっこいいですよ、こうノーズ低くてここにエンジンが積んである、まあありありとしてる。しかもこれねちょっと車高も下げてあるので余計かっこいいです。となるとエンジンサウンドも、この下でスカッスカッってねエアを吸い込んでパンパン弾ける、すごい。とりあえずコンフォートモードでいきます。おお、そしてシフトアップ、今オートモードだけど、おお、もうごめんコメント止まっちゃったよちょっと上り坂だからアクセル踏むとこのありさま、やっぱオートモードでね、オートでやらせるのもいいんだけど、ついつい右手と左手がシフトダウンシフトアップのパドルに行ってしまう、もう 100% 戦闘モードに落とし込まれるねこれ。やばいよ足も。さらに硬いのメラメンだって。今のはコンフォートだって。さらに硬いんですって。あ、硬いもそうだけど少しこうなんかオーバーステア気味っていうかね、アクセルバグによってギアタイがスーッと押し出してくるようなね、そんな感じも出てきますわ。これもちょっとアクセル踏んだらね、いきなりもうレーシングモード。これね、週末にワインディングに出すのじゃ役不足、もう週末にサーキット行ってギンギン攻める車ですね。このまま GT 選手権行ってもおかしくないんじゃないかな。もうここで210キロ駅に反応するよ、気持ちいい。これは立派ですよ。サーキット走んないような人だったら全然これで十分。普段気持ちいい車ですよこれ。一番安心なところはですね、速い遅いよりも別にしてすごくこうブレーキに反応してくれる、そのドライバーにスキルがあればそれに応えようとする荷重移動をちゃんと起こしてくれる、そのブレーキの強弱、あとはステアリングの切り方、
フロントタイヤの右左の面圧の書き方でいくらでも変わってくれる、アンダーオーバーが。これがね、面白い。速い遅いじゃなくて、車の面白さをメルセデスは知ってる。で、ブレーキがポルシェと同等ぐらいいいですよ。素晴らしくいいですよ。まず一番感じたことが参考な SP 最終、そのあたりでの、ダウンフォースっていうかそういうのが多くてすごい安定してて、走りやすいです。そこでねすごいリアが特に、めくり上がりが曲がりがなくて、安定してますね。ノーマルのスクーデリアと比べて、サスペンションがしっかりしてて、例えば S 字ですね、4コーナーから S 字の切り返し、そういうあたりでの収まりもいいですし、ちょっとね、ノーマルだと、少しこう収まりが悪くて、フラフラするところがあるんですけど、そういう部分がかなり解消されています。 Entry 3 Audi R8 5.2 FSI Quattro。 アウディらしいというかね、すごくこうミッドシップのスーパーカーではあるんだけれども、例えばこうノーズを、ね、突き刺すように低くはしてない。なんとなくミッドシップだけどFR 寄りというか非常に落ち着きのある感じですよね。もっとエッジを利かせてっていうのがこう、例えばイタリアンスーパーカーだとそういう傾向になるんだけど、そういうのをこう排除して、こう落ち着きのあるデザインにしてるというのが特徴だと思います。全体には落ち着いたデザインだけれども、よく見てごらんミッドシップだぜというようなね、これもやっぱりこうちょっと一歩引いた大人のアウディらしさの一つかもしれないですね。キン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 耳に触るような音ではなくて、太くて、こう押し出しのあるレスポンスいいですよね。このね R8 はね、基本的にはガイルドと共通なんですよ。シャーシもエンジンもね、そのバイオレンスな感じと、なんだこのなんかこう落ち着いた感じ、検証してきます。かなりいいよ。もちろんこういう車なので視点は低いですよね。低いところで路面がスーッと流れてくる。だけどそのスピード感とこの乗り心地の優しさ、乗りやすさ、この安心感、ツーペダルマニュアルも発進の時にこうクラッチ操作が迷ったりする違和感も全然ない。ただこの A モードだとやはりシフトアップが少し穏やかね。もちろんサーキット走行する時にはマニュアルでもう電光石火のレスポンスになるんだろうけど、こういう普通の領域では非常に穏やかな感じです。これがアウディなんだよ、ガヤルドとは違うんだよ、同じ基本コンポーネンツを使いながらもこれほどまでキャラをね変える、そのこうマジックでしょ、このテクニックすごいね。全てにおいてアウディというのはそのアウディらしさを失わないようにね仕上げてあるというところにこのメーカーの凄みを感じますね。エントリー4ポルシェ911ターボ S。はい、911ターボ S ですけども、もうこの911はね流れるライン、もう昔からの見慣れた911の形です。ターボ S の特徴としてはこのフェンダー、そしてインテークですよね、空気を取り入れてパワーを入れてフラット6に、火をつけると。それからここももう見慣れましたけれども、ウィングがせり上がるタイプ、そしてこの中にはフラット6のツインターボがあって530倍絞り出します。そしてエンジン
この辺が NA だったりするともう少しレスポンスがいいんですが、これはターボですので、少し下の方のこう曖昧な感じがあります。だけどパンパンってつけるのはやっぱりこのフラット6がかなり、高回転に、耐えられるというようなフリクションのない設定になっているという証拠だと思います。ターボ S でしょ、ものすごいトルクなんですよ、まあ、なんか気持ちを抑えていきます。もうこのぐらいでもね、回転が2000回転ちょっとぐらいいくとスーッとね、行くぞ行くぞっていう戦闘モードに行ってしまう。これはね、こういうワインディングよりやっぱりアウトバーンだね。今コンフォートモードですけども、ちょっと足回りレスポンスを上げたスポーツプラスにしましょうか。明らかに硬くなります。トントントン。特にポルシェ、そしてヨーロッパ全般に言えることはね、この足回りのスイッチ操作によってしっかり明確に味付けが変わるということね。これをオフにしてコンフォートにすれば普段すごく優しいですよ。ボディはギュッと締まってるから、いわゆる船のような乗り心地ではないけれども、ちゃんと、ね、乗り心地を犠牲にしないようになってる。ブレーキの安定性とかはいいよ。これこの辺の回り込み方だけちょっと怖えな。前よりマイルドになってるかな。でもはいいよね、これ。うん、この辺もいいね。バランスはいい。あのね、やっぱサスペンションとかそういうところはね、こう細かくやっぱこの手の車っていうのは変わるんですよね。こうアウディとかドイツ車っていうのは。で、確実にね、その辺は変わってますね。リア足のね、こうちょっと追従の仕方とかも若干違うんで。ダンパーのセッティングとか、まあ細かいところなんか変わってんのかなという感じがしますね。もう味だよ走りは。うわだけど速い。でアクセルオフでタックインのようになる。で向きを変えてドカーンといく。なんだこの加速。うわすっげーアンダーで踏んでいけねえ。操縦性はかなり弱味で、コーナーでアクセル踏んでいくとデーッとアンダーが出て、パッとアクセル踏むとテールがサッと流れて、またノーズが入ってきてね、こう無駄だらけの大味の走りなんですね。でもそれもターボの魅力だと思うし、とにかくグッとコーナーを抑えて加速勝負に持ち込んでいると思ってます。速い。エントリー5日産 GTR ピュアエディション。2011年モデルはパワーアップしてるそうなんですけども、プラスなんかね、乗り心地も随分手を入れたらしいんですよ。街中で今までガツガツ来たでしょ。あれ随分不評だったんでね、その辺のチェックも兼ねていきましょうか。懸案の乗り心地も随分優しくなったね。まずガス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 突き上げがあって、そして
ハンドルがね、路面ぐるぐる取られたのね。わだちなんか行ったシーンには手離したらハンドルクルッと回るんじゃないかな、いうぐらい取られたんだけど、そういった悪癖がすごくなくなってきた。かといってハンドリングが悪くなってない。この辺はね、ロールがぐるっとするわけじゃないけれども、適度にこう、今まではもう突っ張ったまんまって感じだったけど、それがなくなって浮かじを少し入れ替えていくようなね、ジェントルな感じになりましたよ。これなんて言うんだろう、そんなにペース上げてないんだけど、さっきだと思うのね、こう行くとき行くぞと、こう塊をガーンと行って本気になったらものすごい爆発力を示すぞというね、なんかこう緊張感があるのね。これ多分こう着座点が高くて、そしてなんかそのスポーツカーの感じではないのに、なんかターボのチャージが耐えるようなね、恐怖感に似た凄みにあります。これ世界に起これるスーパーカーのある意味新しい感じだね。いやね、こうやってねワインディング走っただけでもキャラ濃すぎ、こいつら。とにかくこういう車、僕らが見るとこう、じゃあどの車が自分に合ってるんだと、こんだけ選択肢があれば本当に自由に選べると思いますけれども、各メーカーが持ってる技術と考え方とキャラの出しまくりですよね。でこれからもエコエコってどんどん行くんでしょうけども、その中でもやっぱガソリンで内燃機関で、行ったろと全部出しまくって、ね、惜しみなくね、なんかこう最後の絞り出したキャラのような感じがして、こういう車があるっていうのは非常に嬉しいと思います。まあ普段乗るんだったらアウディ、ポルシェあたりが無難でしょう。でやる気ならフェラーリ、それから GTR でガーンと撃沈するのも面白いと思うし、ちょっと遊んじゃおうかなと最後にっていうなら SLS かな。まあ好きに選んでください。緊急インプレッション、フェラーリ458イタリア。はい、2011年のスーパーバトルにはなくてはならない車じゃないでしょうか、このフェラーリの458なんですが、実はですね、今回諸事情により、バトルには参加しません。今回、いろいろ外観も含め皆さんにちょっと見せたい部分がいっぱいありますね、お見せしましょう。かなりこのエアの、まあ、抜けといいましょうか、インテーク、そういう部分を使ってですね、ダウンホースをすごく出していると。まずその一つとしてはこのナマズのヒゲみたいな、内側は止まってますが外側止まってないです。これがですね、なんかこうダウンホースを効かすためにこう風でこう変形してフロント周りのダウンホースをこれでも出している。仮面もかなり考えて作ってありまして、裏側での、ダウンホースもかなり出てる。今回は風の流れ、空気の流れを意識した作りにもなってますね。後ろ側もかなりのディフューザー、それもフィン3枚ずつ、これ取ったらどうなるかってやってみると やはり後ろのダウンホースかなり少なくなります、そういう意味ではちゃんとこれ考えて、カッコで3本ついてるわけじゃないと思います。タイヤはですね、純正で、ブリヂストンのポテンザホイール20インチで、まあ、このホイールはオプションホイールなんですけど、ブレーキ、カーボンですね、これは、純正です、はい、全部全車、標準装備でついております。コックピットの印象はですね、フェラーリにしてはこのモニターがいっぱいついたなと。センターにはですね、バーンとこうタコメーターがあるんですけど、その両端はモニターになってまして、よいしょ、こういう感じでですね、こちらにはいろいろなインフォメーションが出るということで、これはスイッチで切り替えで、いろんな、インフォメーションに、切り替えることができます。このシートなんですけど、これも今回オプションですね。実際のシートよりもホールドをグッと上げてありまして、これはいいですね。はい、それではエンジンかけてみたいと思います。フェラーリですね。これ空ぶかしはどうなんだろう、一回ちょっとやってみますが、レースモードにして、空ぶかしは変わんないですね。走ってるとね、これ変わるもので後でご紹介します、はい、それでは
458、ワインディングインプレッション行ってみたいと思います。コンフォートモードで、なおかつパドルで行きたいと思います。気持ちいいね、この音。スポーツにしてサスペンションが一段階変わりましたね。で、こっからもう一個レースにすると一段と変わるのと、音が多分ね、ワインディングだとこのスポーツのところでいいのかなと。はい、今度は今オートマモードの、マネッティーノで、これ音も全然違うんだよねバルブが開いて、排気音がもう全く変わりますね。今オートマモードです。ブレーキチュンと足を乗せるとちゃんとシフトダウンしてくれるし、これオートマモードでワインディング全然 OK よ。すげえこうステアリングというか、アクセルブレーキに、アクセルブレーキそしてステアリングに集中できる、このモードいいかもしれない、一言で言ったらもうまた次世代になったのかな、次世代フェラーリって感じですね、特に電子制御、まあ、デフもそうですが、ダンパーの、制御、それを含めすごくこう街乗りからサーキットまでこうオールマイティーな車に、仕上げてます。それも、スイッチ一つでですね、豹変するこの車、実際今回ちょっとスゴーのねスーパーバトルに参加できないのはすごく残念に思ってます。これ出したらトップ争いには絡んでくるはずじゃないかなって僕は今回乗ってねすごく思うんですけど、まあ GTR を先頭にまあバトルにはなるとは思うんですけど、これやっぱ必要だな。次回、この車スーパーバトルに絶対出したいと思います。早くフェラーリさん直してね、リコールのとこね。巷で騒いでおります、あの458のリコールの問題ですね。あのヨーロッパで、長時間走った車がですね、火災事故を起こした、これはあのいろんなニュースで流れてますね。その対策としてフェラーリはですね、このタイヤハウスカバーの内側の耐熱材、その材質を変えて対策しております。その時間が間に合わなかったので残念だったんですけど、まあ、次回はですね、あの速い GTR をなんとか458で抑えたい、まあ、そんな気持ちで今いっぱいですね。2011スーパースポーツスゴーファイナル。グリッドはラップタイムの逆ポール、 GTR は遥か後方からのスタート。どうですこのポジション、これが GTR への勲章です。そうですね、ストレートが速い車が前にたくさんいるんですけど、頑張って優勝したいと思います。さあターボエースです。これ530馬力あるんですよね。でトルクが最強なので、このスゴーの上りここでドーンといきたいと思います。さあ場違いなメルセデスだと思ってる世界中の皆さん、このスーパーカーの中でどれだけのポテンシャルを持ってるか見せたいと思います。はい、今回は R8 で、後ろから来るすごい連中と戦いますよ。本当ね、ラップタイム的には結構ねベンツとかポルシェといい勝負なんですよね。
木下ポルシェ、強烈な発進加速でトップの R8 に接近。そして服部 GTR も RSD430 の前に出た。リプレイは木下ポルシェから。よし、ドーン決まったぞ。R8 は AWD ながら大ホイールスピン。いや、はえポルシェ。ナイスタート。GTR が速い。ハットリ GTR はローンチコントロールを駆使して抜群のスタート。そして VDC をオフに長押しするも1コーナーが迫ってオフれない。けどちょっと1コーナーを抑えさせてもらいました。コーナー全然変わんないよ。アラ R8 はタイトコーナーで木下ポルシェを引き離す。フェラーリは抜いたからこっからだな。勝負はハッチャンはここで VDC をオフに。ドリドリは571馬力の FR をねじ伏せる。いけないもんね。間違いの速さを見せてやる。すごいな、メルセデスの動き。前が超ピクピクしてる。それと速い。木下ポルシェ、バックストレートで並びかけたものの、ブレーキングはちょっと慎重すぎか。でも大味なんだ、あんだブレーキングアンダーすごいんだよ。これを抑えてコーナーはいいですよね。この辺りなんかすごいあって最終コーナーから脱出、ここをなんとか抑えて、この辺クリップちゃんと取って、ふむ、行くぞ。フェラーリも来たよ。旋回性能で上回るアラ R8 は脱出スピードの高さで木下ポルシェの加速をかわす。ブレーキはいいですよね。大事に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 ね、リアタイヤ。でもコーナーとかはやっぱいいんだね、これとかいいもん。リアのトラクションを探るように走るドリドリだが、ここで SLS が大暴れ。ハッチャンはそれを逃さない。SLS お、土屋さんのミスに助けられた。よし、加速勝負、いくよ、アラ君、いくよ。小さいコーナーからの加速となるバックストレートでポルシェのパワーが炸裂。もうブレーキは SLS に行くね。田中430に対して SLS は500キロ重いにもかかわらずブレーキングポイントは変わらない。さあさあさあ、ここからが勝負。最終コーナー、ミドルでのスピードが高い GTR、 ここが勝負どころ。やべ、もう GTR 来ちゃった。もうこの辺のコーナーはダメだな、 GTR には勝てない。間合いを合わせる服部 GTR、 素早いアクセルオンとともにアウトに出た。そして後ろでは430が SLS のスリップに入った。さあ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 、無理。もうブレーキがすごいよね、SLS。あとは1台、ポルシェ対 GTR です。
タイヤがね、ダメだこれ。タイヤがすぐこれもう垂れちゃうんだよこれ。ちょっとここでラインを変えていきます。ストレートはダメだ、ポルシェの方が速い。よし行け、よし行け、みんな見えるもんけど、全然ブレーキのスタビリティ違うね。いいね、こっちの方が。タイヤ垂れてる。後ろの田中430は明らかにコーナリングで余裕。しかし SLS のブレーキがいいだけに、進入で並ぶにはリスクが大きすぎる。最終コーナー、服部 GTR が勝負に出た。アウトから、やべえ。しかし加速でポルシェが速い。ブレーキングパワーでなんとかいったぞ。なんだ、ブレーキも刺されちゃうのかよ。アウディは食いたい。よし、この一周はちぎる。 GTR ファンの皆さんのためにちぎります。なんと GTR がはっちゃんのスイッチを入れた。なんか GT のね、 FIA GT と JAF GT の戦いみたいな感じですね。ストレートは圧倒的に JAF GT の方が遅くてコーナーがいいみたいなね、そんなイメージですね。絶対的にパワーはね、それほどではなくても、この世界ではね、ただコーナーできっちり無駄なくいく GTR、すごいね。土屋 SLS の猛追に、アラ R8 はグリップダウンしながらもギリギリの走り。あの間をね、入っていこうと思ったら、本当レースみたいな詰めていかないとね、入れないですよね。さすがてっちゃん、大人の判断ありがとうございます。はっちゃんは超真剣の無言ドライブでポルシェをちぎる。全然勝負になんねえよ、GTR と。スゴーファイナル、 GTR が高次元にバランスされたポテンシャルを見せつけた。後ろでは田中430が最後の勝負に出る。しかしポジションは変わらずチェッカー。さあ、2011年超スーパーカーバトル、はい、まあ、服部さんのための一日のような、いやそんなつもりじゃないんですけど。でもやっぱこう3号 GTR の進化ってすごいね。すごいね。でもね、他のねスーパーカーも進化してるんですよ。すっごい俺速いと思った、ね、どうなの、こうメリットデメリットは3号 GTR。 もうまさにね、直線は圧倒的にターボ、全然速い、うん、ただね、もうブレーキの姿勢からねやっぱ違うのよ。だから奥まで行こうと思うともうフラフラになっちゃうというか、ブレーキでもスタビリティがやっぱもうそこは GTR の方が全然まっすぐちゃんと止めれて、でブレーキもね1台だけ、要は鉄筋ブレーキ、他みんなカーボンなんだけど、そのブレーキのキャパシティの問題じゃなく、サスペンションも含めた押さえつける感がもう全然 GTR の方があるね。で直線勝負に持ち込もうと思って、裏のストレートはねまっすぐだからターボ圧倒的に速いんですよ。でもこの上りのね、最終から上りでちょっとだけ R があるだけで、やっぱ GTR がブーッと上がっちゃう、なかなかドライバーとしてちょっと悔しいもんあるアウトですもんね。僕まだ乗ってる時もう後ろでこうもう自由自在なんだ、自由自在に変えられちゃってるんで、まあ、木下さんが木下さんがそんな見たことないもんね。俺様を外から抜いてた。その俺様のメルセデスはどうだったんですか。あ、ごめん ね、 そうね、みんなスポーツカーでしょ、ね、間違いなところに来てごめんね。スポーツカーでしょ。アウディさんとかフェラーリさんと楽しく走らせていただきました、高級車ですけど。でもパワーは一番あるわけですよ、このね3台の中ではね、一番ないんだけど。でもその僕ないんですけど、でもその追いつかれ方がすごいのが
このブレーキングなんですよ、1コーナーとかの。あ、ブレーキはすごいよね。こうベンツがグワーッとくるんですよ、ね、来るね、ブレーキね、フェラーリよりいいよね、最初ブレーキで結構簡単にいけるのかなと思ったんですけど、思いっきりしっかり出てましたね、どれが一番抜きづらいと思ったら、あのやっぱメルセデス、メルセデス、やっぱブレーキも頑張っちゃうから、でその先が正直フラフラじゃいけないの、あ、怖くて、怖くていけない、例えばあれをもうサーキット仕様です、まあ要は R みたいなものが出てきたら絶対侮れない、そうだね、スタビリティがあるんだから。オーディは結構1周目はいいんですよ、1周目1周目はタイヤがまだブロックがこうグニャグニャになる前はバランスいいんですよ、かなり回答性もいいし、そのコントロール性っていう意味でもいいんですけど、さっき言ってたそのブレーキのカーボンついててすっごい効くんですけど、タイヤがこう負け始めちゃうともう全然止まれなくなっちゃうんですよね、でコーナーが意外と頑張ってるかなと思いましたね、そうだね、 SP2 つなんか早いもん、はい、そうですね、あの GTR だけがちょっとズバ抜けてて、それ以外の車はコーナーは結構後ろから見てるとなんか結構似たような感じだった、じゃあ動きも あそこはこれですかね、やっぱり頑張って、どうやらね、俺様ねアウトから抜いた服部さんでした、レジェンドですから。今日担当したアウディの R8 と比べてもやっぱコーナーに飛び込んでいけるスピードっていうのがもう全然違いますね、ドライバーが自信を持って飛び込んでいける、そのなんていうんですか、いつスライドするかわからないのをこう気を使って手応えをこう確かめながら行くんじゃなくて、もう自信を持ってボンとここまで行ける、とにかくね、そのソフトの中に何とも言えない安心感があるこうグリップ感、これがねやっぱこのサーキットでもすごく進化してるなと感じましたね。一番感じたのは最終コーナーの飛び込みの、リアのスタビリティで、あとは馬乗せのブレーキングの、どっちもそうなんですけど、やっぱ後ろ側がこう若干動き出す傾向があって、そうした時のやっぱどうしてもそこからそれ以上はいけない感じがしますね。ただすごい進化してる、これはこれで、決してポルシェがじゃあダメじゃんって話じゃ全くないですね、今日はどの車取ってもね、ありえないぐらい速いから。まず一番いいと思ったのがやっぱパワーがありますね、軽くて、クイックに動くしいいんですけど、この11年モデルはまずストレートが速い、そしてアンダースエア、特に最終コーナーの出口のアンダースエアなんか非常に少なくて、そのあたりがもう全く乗りやすかったですね。とにかくやっぱりこう以前の、GTR と比較して、高回転の方ですね、伸びがすごいストレスなくていいし、走りやすかったですね。さあ R35 GTR 2011年バージョン、まあ、ベストモデルご覧の皆さん分かると思いますけれども、超スーパーカーバトル初ウィーナーです。まあ、2007年から登場しまして、いろんなライバルがいて、そういう屈辱を浴びてきて、ようやくこの2011年モデルで、世界のスーパーカーに勝つと、それも、ご覧になったようにポルシェをアウトからブレーキングで抜く、最終コーナーをアウトからかぶせる、そういうレベルまで達してます。2007年登場した時は、機械が曲げてる、人間が制御するんではなくて機械が何とかしてくれるからあなたは何もしなくて結構ですよっていう車で登場したけれども、速さはピカイチの速さがあった、この2011年モデルはその人間のレベル、持ってる技術に対して応えるようになってる、ですから、僕らが乗ってもやっぱりポルシェだとかフェラーリのような楽しさ、ランボルギーニだとかアウディのようなその味ですね、人間が御する、機械を制していく、そういう部分にちゃんとこう振り向いてくれた、向き合ってそのドライバーの運転に対して答えを出してくれる、そういう車に進化したと思います。雪のシーズン目前のニュール、そこは開発車両のメッカ、我々の前に現れたのはムルシエラゴの後継モデル
12気筒のサウンドとともに圧倒的な存在感を漂わす。SLK は SLS AMG 風のフロントマスクに変更か。LFA サーキットエディションはいよいよセッティングも最終段階のはず。FF 化の噂もある1シリーズ、この挙動はそう見えなくもない。そしてここに一人の男が降り立った。はい、今回はですね、ニュルブルクリンク北コースに来ています。実は初体験なんですね。で、実際にこのサーキットに来てみると、高低差っていうもうレベルじゃない感じですね。その車でこれだけのスピードで走ってるっていうのは本当信じられない感じです。これは本当ドライビングしてどういう感覚なのか味わってみたいなと思います。しかしコースは最悪のコンディション。見るお尻には今日はね、最高のコンディションだったと思います。最高ウェットで霧でみたいな。そうですね、この凄さを知るっていうのは本当でも凄すぎますけど、ちょっと、はい、行ってみたいと思います。日産自動車の全面協力によりこのレポートが実現。しかも初挑戦にして GTR 2011年モデルが与えられた。まずは GTR を知り尽くした網山さんにこれを教えてもらわないと。ご覧のような天候なんで本当に。なんと神山さんは GTR 2名乗車でレコードタイムを持つ腕前なのだ。これかなりもうイベース入ってますから。あ、かなり、はい、もう滑ってますね。今も滑ってますのですごいウエットで、いや、このコーナリングしながらギャップがあったり、ブレーキングしながらギャップがあったり、はい、そこがすごいこう気使いますね。荒選手に与えられた時間は2日間。そこでどれだけ挑戦できるのか。これがドライでしたら思って以上のこう車速で入ってきます。ここですか。やっぱりバンクついてますので、でここもですね、ちょっとスピードが乗りますと軽くうねってますから。そうですね、ええ、かなりカントがこう変わって、はい、ここストレート手前のちょっと難しいコーナー、自分なんかあんまり好きじゃないんですけどで出る時に下ってまして逆バンクになってますから。あ、なるほど、ね、ここもすごいこう思った以上に変わってるんですね。もうね、車は限界で走ってるんですよね。あ、ちょっとここフロントの食いつきが悪いんで気をつけてくださいみたいな。でももうそこまで行って走ってるんですね。走ってくれてるんですよね。ぜひぜひあの気をつけて。いや、こんな優しい顔してるんですけど、いや、実はもうだって200キロぐらいで走ってるんですよ、この桐林の中、ね、やっぱこういう人に鍛え抜かれてるからこういう GTR ができるということですよ、本当に。さあ、いよいよステアリングを握る。はい、それではニュルブルクリンク北コース初体験です。ちょっとすごいコンディションです。ここね、1コーナーもういきなりね、すごい下ってる。おおこれ車の VDC、うん、入れといた方がいいね。すっごい路面がね、うん、これは難しいわ。あのクレバーの荒選手がなんか変。難しい、入力が変わって、ここもそう、ここも一気に落ちてブレーキ。あ、でも結構制動感はあるな。おお、これ今ね、車に助けてもらった。この車パワーあるからこんな登ってっちゃって加速するけど、ほんとね、スキー場だよこれ。スキー場を上に登っていく感じ。かなり登ってきたぞ。なんか耳がキーンってするもん。なんだこれ、カルセルか。入ってみるか俺も。よし、入ってみる。これドライで行きたいな。
すごいボゴボゴしてるこれ。おおおお、ここね、読めなかったよ。危ない危ない、これはもうなんか調子に乗っていっちゃダメだわ。本当この車簡単に250とか出ちゃう。ちょっとねなんか情けないことに、ステアリングを持つ手がさ、手が結構力入っちゃったりしますね。いやーこれ難しい。もうね、とにかくグリップが少ない。簡単にグリップを失ってしまう。それからブラインドコーナーでそんなに行き過ぎてる感じがないんだけど、それを補おうと思ってブレーキをちょっと強く踏むと、もうブレーキグリップを失いそうになって、そのままミスしそうになってしまう。本当ね、車の VDC にかなり助けられてるんですよこれね。ちょっとしばらく切れない感じっていうか、切れないな。想像以上にリスキーなコース、差し物あらもなすすべなし。1日目は全く感触もつかめずに終わる。残り1日、天気は味方についてくれた。8分30秒ぐらいで回ってるってことなんで、8分20秒ぐらいで引っ張りますよ、ね、お手柔らかに。わかりました、はい。離されてるよ。追われる。すげえ行ってるって。この辺もすごいな。やっぱり高速区間なんかはまだ離されちゃうんですよね。それでもやっぱり先が分かってないところっていうのはこうやって離されちゃう。木下さんがチャレンジするハートがないと負けちゃうって、負けちゃうコースだ、ね、負けますよねこれ本当。ハートででもね、ちゃんと理解してからじゃないとチャレンジできない。これはおそらくもうちょっとドライで走り込むとね、アラ君のね、俺レースの組み立てみたいな能力、その先に何が起こってて、だから俺こっから先何してこう、そういう勉強って俺アラ君のレースの中でも絶対無駄じゃないと思うし、はい、もっともっとこう走り込んだら、そうですね、はい、本当そういう風に今回本当に改めてそう思いました、やっぱりアラ君これから先長いしね、アラ君有望だしね、やっぱりもっとこういうのにさ、たまに来てよ。ありがとうございます。で一緒にこうやってこいよ、はい。この日の午後、アラ誠司は単独ドライブでのアタックを開始。そしてわずか7ラップ目にして7分45秒台というタイムで走り抜けた。類まれなドライビングセンスとともにチャレンジする強い気持ちを見せてくれた。跳ねるとかすごく入力がある、そういうところはねこう感じれましたし、ジャンプもそれなりにマイナス G を感じることはできました。ただね、まだそれを若干体験したっていうレベルなんですよね。それをまだこう飛びながら向きを変えるとか、そういうところはまだ行ってないですね、僕のその走りで。僕は今回先生として教えていただいたね、神山さん、VDC のテスト僕よりもね、もう全然速いペースで走ってます。だからそういう速い中、僕でもいきなりそんな到達できるようなところじゃない世界でこの車っていうのは鍛え上げられてると。だからこそ、まあ実はね、僕今回 VDC 1回もオフにしてません。
っていうのはですね、僕の走行レベルでは全く邪魔にならない、ものを作り込む人たちがみんなやっぱ情熱を持ってこの車に対する本当愛情を注ぐじゃないですけれども、その辺を間近で見れて本当に改めてね、この GTR が好きになりました。ウェットからドライまで、たくさん走らせていただきました。本当ね、貴重な体験させていただいて、僕は本当に幸せ者だなと思います。今回ですね、このチャンスを与えてくれた皆さん、本当にありがとうございました。本当感謝ですよね。はい、とてもいい経験になりました。2010年冬季オリンピック、あの感動を覚えているだろうか。空気を切り裂くフォーメーション、氷を蹴散らすブレード、そのままスケートパシュート。果たして車でパシュートしたら、バトルの緊張感、そして団体競技ならではの楽しさを目指す新型モータースポーツバトルパシュート選手権。これ見た時に、これモータースポーツ入れたら面白いぞと思いました。で、僕オートスポーツのタワーさんがやってる連載コラムがありまして、そこでそれ発表したんですね。これ絶対レースやったら面白いぞということを言ったら、ものすごい反響があって、みんなやれやれそれ面白いよ。で、時を同じくしてベスモの方でも同じことを考えてるね。やっぱりそっちもすごい反響がありました。で、これ絶対にやるべきだということで今回挑んできたんですね。そして一人新人を呼びました。はい、若いんですけどね、飛ぶ鳥を落とす勢いがあるかどうか全く分かりませんが、はい、大島選手です。大島です、よろしくお願いします。はい、ベスモデビューということですね。はい、これから我々のね、厳しい洗礼を受けることになるわけなんですが、そうですね、今回はでもね、はい、いつもあんまり仲良くないんだけど、今回は、はい、チームメイトということで。そうですよね、まあ、今回3人で走るってことで。そうそうそう、だからね、足を引っ張っても先輩2人が枠、はい、まあ、なんとかできるかどうか分かりませんが、まあ、そのタイトル決めました。バトルパシュートです。コース設計には金ちゃんも参加。これ何メートル？これはスケート競技の国際規定にのっとり、1周400メートルのオーバルコースをツインリンク茂木南コースにパイロンで設定。スケートではコース幅は4メートルだが、ミニサーキットと同等の12メートルとした。設定したパシュートコースが車ではどんなものかをチェックするために、身のこなしが軽やかなコンパクトスポーツ3台を用意。まずは金ちゃんからアタック。あー、オーバーランス、失敗。広く見えるからついつい行き過ぎちゃうな。ベスモ初登場、大島選手がアタック。スピード出ますね、100キロ近い。アラ選手の印象はどう？コントロールして立ち上がる。こっちの方がちょっとアンダーが出そうになるな。トップスピードは各車90キロ弱。一見なだらかに見えるが、意外にバンピーで姿勢を乱しやすそう。どう？コース。俺ね、ちょうどいいと思うんだけど、その広さも、はい、ストレートの広さも。車って意外とスペース取るから、こううまく入れ替えるには、ちょうどいいと思うんだけど、なんか不満ですか？いや、なんか難しそうじゃないですか。その、やっぱロスをなくして入れ替えるっていうのは、結構テクニックがいりそうな感じしますね。コース幅も、立ち上がりとかちょうど気持ちよく踏んでいくと、うわ、ちょっと足らないかぐらいみたいな、ちょうどいいところで。場合によっちゃ、インからイン上がりしなきゃいけなかったりするわけでしょ？はい、その辺だから車のキャラを生かしたところまで行ければいいですけど、なかなかそこまで持っていけるかどうか。いきなりキャスター3名の評判は上々ということで、バトルパシュート専用コースは全長 400m、 コース幅は 12m、 コーナーは 26R で決定。3台連結で走るメリットは空気抵抗の低減。果たしてバトルパシュートコースでは。スケートパシュートでは空気抵抗を減らすために先頭の選手が次々と入れ替わる。しかしバトルパシュートコースは全長 400m、 果たして空気抵抗の低減は感じられるのか。ちなみに富士や菅生などストレートが長いサーキットでは最高速が200キロ以上に達し、スリップストリーム合戦が繰り広げられる。
今のタイムで言うと俺が21秒4、5、9、9だからそういう順番かな、はい、そしてこれもそのタイムは大島選手にかかってるわけよね。はい、これいかに速く走るかでそのタイムが決まるんですね。前走ってる人は最初から同じスタイルで走ってほしいですよね。突然ブレーキ手前になって立ち上がり重視とかになると僕突っ込んじゃったりとか。大島プレッシャーかけてなんか優しい顔してなんか俺に命令して今軽く命令したでしょ優しい顔して。先頭から木下、アラ、大島の順で走行を開始。一周目大島ついてきてるか。結構この近距離で難しいな。単独タイムで一番遅かった大島 CRZ、 ついていくのがやっとか。意外といいと、ブレーキングで詰める。タイムは単独走行とほぼ変わらず。スケートのようには効かなかった。空力という意味ではね、ちょっとダメかな、ちょっと違ったかもしれない。もうちょっとスピードレンジがね、もっとトップスピードとかになってくると、うん、200オーバーぐらいの、うん、その効果も出てくるんですよね。まあ、あとやっぱりこうフォーメーション入れ替えのこの妙義のところじゃないかな。入れ替えで同じタイムを目指す、目指すと。パシュートの醍醐味、入れ替えに楽しさや難しさはあるのか。インに出るので、アウトから抜かせた方がいいんだよね。アウト最高速抜かせる方が外に抜かせる方が外で、インを刺させる、インナーから普通にこうブレーキして抜いてってもらうような、うん、で外側を大きく回りつつ立ち上がりをして縦で食いついてくる、ね、ベストじゃないですか。あんまり理想論だけ言うんだよ、できねえ。世界初車でパシュートスタート。ちなみにいきなり本番で練習走行は一切なし。よし、大島選手が先頭2台からやや遅れ気味。しかし車とコースに慣れてきたか、追いついてきた。ここから入れ替え開始。アラスイフトが木下 CRZ のインから抜いて大島選手も続く。タイムロスはアラスイフトでコンマ6秒。続いては大島選手が先頭へ。イン入れ。ここで僕が先頭。抜く2台のペースを落とさないためにスイフトはアウト側へ避ける。大島 CRZ はなんとコンマ2秒タイムアップ。いや俺がミスってる。より難しいことへのチャレンジでプロドライバーたちの集中力もマックスへ。これ無言になっちゃうじゃん。なんかでも面白いね。結構無駄なくいってんじゃないか。初めてやったにしてはうまくいったんじゃないかなって思うんだけど。なんかいいんじゃないでしょうか。どう？でも結構うまくいってると思うんだけどな、はい、でもね、あれでコンマ4秒落ちぐらいでまとめれてるっていうのは、うん、結構1回目にしてはうまくいったと思うんですよね。すごいですよね。あんまり大きなこと言えないけどさ、はい、俺らうまい。しかもやっぱその譲る時って外側からちょっと単位落として立ち上がり重視でいくじゃないですか。次の週にちゃんと上乗せしてますから ね絶対次の週は速くなってうまくいった。タイム的にもね、ちゃんとこっちに戻ってきた時は3台ビタッて並んでる状態で綺麗に通過できてるから、その辺にやっぱ楽しさって。そうそう、あのね、快感もあるね。なんかこう今立ち上がり譲って立ち上がり重視で行った時に本当にアクセル全開でピュアーって行った時に、ちょっと俺なんでいいもの持ってんじゃん。俺なんで今まで俺出してこなかったんだろう。プロじゃない人たちがやったらどうなるんですかね、これは。ならば素人代表編集部と対決、バトルパシュートプレマッチ開催。
編集部チームリーダーはマルヘンホンダ、なんと420馬力のシルビアでエントリー。編集部マナブは350馬力のマーク2、 2.5 リッターターボのトルクで勝負。制作部辻はパーティーレース仕様のロードスター、筑波で8秒台をマークしている。パワーでプロを任そうという魂胆の編集、まずはパシュートコースのチェック走行。学ぶマーク2はドリフトで編集部の隊列を乱す。ダメじゃん。ついていけないんすよ本田さんに。全然無理無理。ダメだってはあれじゃ離れすぎてるもん。あれで消す出ちゃうの。マジで。本田さんの侵入速度で行くとガーって流れちゃって全然ついてくる。マジ怖いんだけど。ねえ、これ面白いことになったよ。気にはしないんだけど。俺ら普通にやれば勝てるね。果たして勝負の行方は。バトルスタート。プロは先頭から木下、大島、アラン、そして編集部は一番遅そうな学ぶを先頭に行かせる作戦だ。やばい、プロは無言。対してマルヘンはテンション上げ上げ。結構路面バンピーだよな。1周目はわずかに編集部リード。ルールは2周目から入れ替えなければならない。これでアラの後ろに。さあさあ、ここでチェンジ。プロチームがコーナー進入で入れ替えるのに対して、編集部は立ち上がりで入れ替え。見た目はボロボロのフォーメーションながら編集部がリード。勝ってるか。いえいえ、負けてます。若手二人は終始無言。さあ3周目は、さらに差を広げる。ちょっとこれあんまり喋る余裕ないな。うわ、3台目怖い。これ結構やたらオーバーステアな学ぶマーク2に2人は焼きまきといったところ。予想外の編集部大躍進。やべ、負けてるよ。いけチェンジだった、チェンジだった。編集部は乱れながらも勝負あり。マジかよ、マジかよ。あれあれ、おかしいな。あれ悪くないよ。俺たちは作戦勝ちってやつかな。どうもそうに。おかしいな。きっちりやってるよね。これ馬力でもある車が来たらこういうこともありえちゃうの。ありえちゃうの、ね。うん、それ俺らが何とかしなきゃいけなかったんだけどね。でもなんか他のあれでね、なんか同時に走ってもいい勝負ができるようななんかを取りに行ったんですけど、ローパワー車でも勝負できるみたいな、ね、一緒に戦えるみたいな、うん、ね、第1回勝者としてはこの賛成ですね。さっき聞いたことない敬語。1回戦敗退。敗退。記念すべき1敗目。次回は、ローパワー車でもハイパワー車と対等に勝負ができるようなレギュレーションにするため、さらにテストを続行。そして今後はプロドライバーや読者同士でバトルパシュート選手権を開催し、参加型モータースポーツとして発展させていく予定。
超ド期待。プレゼントコーナー、ポルシェジャパンからはカジュアルな格好にマッチするポルシェデザインモータースポーツファブリックベルトと、ポルシェ公式パナメーラの写真集をセットにして1名様に。表彰からは走って飛んでジャンプして自由自在なアクションが楽しめる空飛ぶ車、スリーバンドの送信機なので同時に3機で遊ぶこともできる。遊び方はあなた次第。新感覚のホビージャンピングカートを3名様に。アサヒペンからは軽量コンパクトで使い勝手がいいエアコンプレッサー、洗車後の水飛ばし、タイヤや浮き輪の空気入れ、エアブラシやスプレーなどなど DIY にもってこい。1台あるととっても便利なエアボクシーを1名様に。セイガからはシガーソケットに挿すだけで手軽に使えるインバータ、 USB とコンセントからモバイル機器に電力供給、ダイレクトインバータ 70USB を3名様に。クリスタルガードからは付属のクロスでささっと成功、ウィンドウガラスをしっかり撥水、雨の日もクリアな視界を確保できるクリスタルガードレインアーマーを10名様に。ソフト99からは簡単施工で60日以上もタイヤをコーティング、黒々とした輝きを保ってくれるフィルムタイプのタイヤコーティング剤ブラックブラックを10名様に。そして、はい、続いて僕からはですね、この2010年 FIAGT1 で実際に使ってたグローブですね、これを含めこの T シャツ、チームウェアですね、それから、チームのグッズ、FIAGT1 のミニカー、これを皆さんにプレゼントしたいと思います。ご応募とアンケートごっそりとお願いします。スクープニューカーインプレッションアンテストモータースポーツオリジナル企画を満載する集中ビッグ特集など、一流執筆人によるお役立ち情報がいっぱい。ベストカー毎月10日と26日発売。ホットバージョン最新号は RX7 最速決定戦つくば5ラップスバトル、峠は4コンリーによる対決、そして中7バトルが勃発。ホットバージョンボリューム107好評発売中。ノブテール谷口プレゼンツ勝てるドリフトテクニック90分拡大スペシャル、これを見れば必ず勝てる。その他特典映像も満載。谷口信輝の勝てるドリフトテクニック好評発売中。魔王再生、あの魔王が復活した峠第4シーズン、圧倒的ボリュームで振り返る。トゥルース真実がここにある。ベストモータリングのステージで活躍したレーシングレース X が再編集で蘇る。レーシング NSX ヒストリー好評発売中。 VTEC クラブボリューム8は CRZ を大研究、ノーマルからチューニングカーまでチェック。そして因縁の東西バトルが鈴鹿で勃発。 VTEC クラブボリューム8好評発売中。 R35GTR in ニルブルクリンク、そして日本は仙台ハイランド。ベストモータリングが日産 GTR の開発チーム1年間完全密着レポート。日本のスポーツカーの常識を覆したジャパニーズモンスターの記録をハイビジョンでリマスター。日産 GTR 2008-2009 開発ストーリーブルーレイディスク好評発売中。ベストモータリングブルーレイ第2弾 R35GTR 世界の頂へ挑戦、日産 GTR 開発ストーリー2009イヤーモデル&スペック V ニュルブルクリンクアタック好評発売中。種馬の将来フェラーリ、ブルーレイディスク高速のバトルが蘇る。バトルオブフェラーリ戦う種馬好評発売中。ハイビジョンシリーズが DVD で登場。ベストモータリングの人気コンテンツ R35GTR 開発現場、そしてフェラーリたちの勇姿が今よみがえる。 DVD スペシャル好評発売中。エンディングはアラ選手とマルヘンホンダで R35GTR アウトバーン最高速チャレンジ。
さあ、荒選手の運転で11年モデルアウトバーンに入りました。まずニューロは走る前に11年モデルを知ってくれと、そうですね、水野さんからの、そういうご提案をいただいたんで、はい、こんな貴重な体験をできることになりました。もう夢のようですよね、この GTR でアウトバーン、アウトバーン。さあ後ろからバンバン飛ばしてる、バンバン来てますね、来てますね、アウトバーンですね、さすが、さすがに、はい、メルセデス、はい、またメルセデス、もうさらっと150キロ。そうですね、これ全然でも全開じゃないんですよ、いや安定してる、これちょっと全開してみましょう、うわ230、すごい安定してるこの辺のコーナーとかも200キロで行っててもなんともないもんな、なんともないですよ。これは今ダンパーノーマルモードです、ノーマルモード230キロ、すごい安定感、助手席にいても分かる、減速してくれるし、お安心感あるな、これいや、これはっきり言ってこの09モデルで木下さんと300キロで会話しようってやった時より全然楽勝に、楽勝ですね、さらっとなんか300超えちゃってるし、300超えちゃってるし、話もしてたしみたいな明らかに進化してますよこれ、木下さんすいませんいやこれ木下さんのせいじゃないですか、車が良くなってる、ね、そうですね、木下さん失礼ですよ、いやでも本当進化してますねこれね、すごい、いやびっくり